はい、独走ということで、はい、はい、ありがとうございます。続いて松田さん、はい、ベルスタッペンの優勝どうでしたでしょうか。いやもうね、あのスタートさえ決めればもう行くだろうなというのが分かってましたから、うもうテレビに、ね、最初と最後しか映せなかったですね。そうですね再放送すらもほとんど映せなかったっていう、ほとんど映せなかったですね。まあでも、まあ、津川さんおっしゃるようにあのマクラーレンをねあれ抑えきらなかったら、うんうん、やっぱり鈴鹿サーキット結構トラックポジション重視なんで、あ、はい、結構大変だったと思うんですよ、うんうん、だから逆に言うともう絶対抜かれないっていう、こう気迫が出てましたよね、うんうんうん、それがしっかりとこう実って、見事ですねコンストラクターズのタイトルまで決めてきたという形でした。続いて浜島さんはフェルスタッペン見ていただいていかがだったでしょうか。もうスタートで終わったなと、まあ、今日のレースはラッセル君がワンストップしてくれたんで、あ、そうですね、2番以下がチキンレースになったところがちょっと面白かったかなっていうところですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。いろいろ見どころはあったと思うんですけれどもですね、そんな決勝をいろいろ振り返っていきたいと思いますけれども、まずはですね皆さんにスタート、今ねちょっとお話も出ましたけれども振り返っていきたいと思うんですけれども、今ねその津川さんもおっしゃった通り、まずマクラーレンがこう2台出たかと思ったんですけれども、そこをベルスタッペンが制していった。でちょっとクラッシュがあったんですよね。あのクラッシュはいかがだったでしょうか。あれは少し暴れた人がいましたよね、ちょっと。いやー、うん、結構車線変更してたんで、うん、はい、アルボンがかわいそうでしたよね。そうですね、完全なもらいで行っちゃったりましたうん、やっぱり先ほど松田さんが言ったようにポジショニングってすごい大変なんで、はい、ここをあまり抜けないんで、なんとか1周目のチャンスで、うん、このスタートのチャンスで前に出ようってみんなするんで、うん、特に後ろの方はガバーって横4列とかね、うん、なっちゃいますからね。そうですね、はい、まあちょっとねその最初スタートの時点でソフトタイヤを選んだドライバーというのもね何人かいたわけなんですけれども、ちょっとあの1周目即セーフティーカーで結構予定が狂っちゃったかもあったのかなと思いましたけれども、松田さんはどうでしたでしょうか。いや逆にソフト履いてる人は、うん、あの周回数が減ってくれるんで、まあ良かったって思ってる人は多分いたと思いますよね、うん、だから、まあ、そこはねすごく良かったんだけど、まあアルファタオリがね結構早めに、うん、10周目ぐらいにね角田君が入って、うん、でその後ローソンが入って、まあね結構アルファタオリのポジション取り、そうですね、ローソンと角田これ当たるんじゃないかっていうぐらい、はい、結構ヒヤヒヤしてねこう見てましたけど、まあ、あの2人ね、まあ、大人なんで当たらずにうまくいきましたけど、はい、まあでも結局それでねローソンの前出たんだけど、その後にねなんでローソンが入った後に角田君を引っ張ったのっていうのが、あれで結局ローソンに前行かれたわけじゃないですか。そうですね、だからねなんかちょっとこうね日本グランプリなんだからもうちょっと角田君に有利な作戦を取ってあげればいいのになっていうのはちょっと感じましたね。まあ来年のシートのその決定の話とかもありきというところもあったのかななんていうふうにね思う人もいらっしゃるのかなと思うんですけど、いやまあだってローソンのあのスタートの意地の張りね、張り合いを見てたら、お俺が早いんだっていうのを ね、はい、見せてたのはあるんですけど、はい、もう決まりは決まりなんで、ね、なかなか変わらないですからね、まあでもあえて見せることによって、はい、指導陣にアピールするっていうのはありますよね。浜島さん的にはあの1周目から繰り広げられていたアルファタオリの2人の戦いはいかがだったでしょうか。いや本当にね2人でどっか行っちゃうかなとそうです、ね、心配ばっかりしてました。心配でしたね、あれはね父親の感覚でしたね。そうですね、はい、最初デグナーの一つ目二つ目はちょっと接触もあわやっていうような距離感でしたね。軽く触れてたかなっていう感じはしますけどね、あそこ2台で普通行かないよ、ね、行かない並ばないです、あそこデグナーは、ね、ましてオープニングラップ1周目ですもんね、はい、そうです、きっちりこう積み上げていかなきゃいけない。しかも2台ともソフトでスタートするしかなかったわけじゃないですか。そうですね、はい、だからタイヤ痛まっていかなきゃいけないのに、うんうん、あれはちょっとね、うんうん、もうちょっと打ち合わせしといてほしかったですね。なるほど、はい、アルファタウリの2人の結構その序盤の動きが早かったのに関してはどう見ていましたでしょうか。もうちょっと引っ張ってもよかったから、うん、他まあこれは相対的なもんですけど、はいはい、他がもうちょっと遅かったから、うん、もうちょっと引っ張ってから入った方が良かったは良かったと思います。うん、はい、ありがとうございます。津川さん的にはいかがでしたか、アルファタウリのその流れっていうのは。そうですね、今回特に2度目のピットインでね、ちょっと、はい、あれちょっと違う、もうちょいなんとかしてくんねえかなと思ったんだけども、申し訳ないけどアルファタウリ時々あるんですよ、デリバートじゃなくて、はい、時々ちょっとあるんですよそういうのが。ただそれが
ここのとこちょっとこううまくいってるかなぐらいの感じだったんですけど、はい、ここでほんのちょっとの違いなんですけどね、ほんのちょっとの違いがピットアウトした瞬間に全てが決まっちゃうんですよ、はい、だからその瞬間がね、あのもう一工夫欲しかったかなっていうところですね。まあそうですね、まあ、もうちょっとっていうところはね、多分ね日本の皆さんもいろいろあったと思うんですけれども、まあ、ただですね2人ともそうですね、順位的には11位がローソン、リアム・ローソンで12位が角田選手ということだったんですけれども、この角田選手の12位というのは津川さん的にはどう見ていらっしゃいますでしょうか。別に何の問題もないんですけどね、うんうん、12位っていうポジションもあのチームはそこにいるべき、はい、そのぐらいのポジションなんですよ、うんうん、それもちゃんと走って12位のポジションはい、うまくいったらね、うんうん、だけどもそれを今まで非常に難しいんですよ、そうキープするのはいろんなことがあって、うんうん、それを今回2台揃っては同じ位置に、うんうん、あの位置にいるってこと自体があのチームとしては大成功なんです、うんうん、確かに皆さんポイント取れなかったのでショックだし、うんうん、角田君もローソンの前行ったらいいなと、それはファンでは全部思うんですけど、うんうん、逆に角田君は来年決まったと、はい、ローソンにしてみればここで一つ見せないと次の自分のステップがあるんで、うん、やっぱり彼も意地を張る、はい、それでその若い人たちの意地と意地の張り合いが別にぶつかることなく、うん、ああいう激しい最初からの争い、はい、それでまあ最終的にはピットインで少しタイヤの、うん、タイミングでね、はい、順番が前後したということで、事実ラップタイムはツンタンが速いし、はい、それからレースタイムも走らせれば強いタイム、今のところ角田君の方が絶対速いんでね、うんうん、この順位をあまり気にする必要はないと思います、うんうん、なるほど、ありがとうございます。松田さんは今日決勝の角田選手振り返ってみていただいていかがでしょうか。そうですね、だから逆に、まあ、ローソン手強いなっていうのもね、多分彼自身も思ったと思うし、はい、まあ彼自身がね、まあ、もうちょっとね、こうしておけばよかったっていうのはね、多分あるとは思うんですけど、うんうん、でもね、しっかりとね、当たらずに、あそこで焦って当たってしまったら全てが終わりなんで、はい、まあ、そういうところメンタルが強くなったなっていうのもね、うん、あると思うし、まあこれからですよ、うん、まだまだ、うん、タイヤのね、菅さんおっしゃるように、車のね、ポテンシャル的にとにかくタイヤのデグラデーションにかなり敏感な車なんで、はい、まあ、最終的に早く入ったことが結構あだになってたかなっていうのはありますよね、うんうんうん、ありがとうございます。続いて浜島さんはいかがだったでしょうか。角田選手は、そうですね、車ってタイヤのグリップがいいときはこうドライバーの、ね、はい、腕でこう引っ張り上げられるんですけど、どうしてもグリップが悪くなると車の悪いところって出ちゃうんですね、うん、皆さんも氷の上で自分の車走ると全然うまくいかないと思うんですけど、はい、それと同じようなことが起きてて、だから今回は予選であそこに行ったっていうのがまずミッションとしては非常に重要で、うん、でその後はどうしても車なりに来ちゃったわけですけど、うん、本来の車なりよりは上で終わってるんじゃないかなと思いますから、ほらここ2戦ダメだったのが、はい、今回はちゃんとチェックを受けたんで、うん、ここからあと頑張ってもらいたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、先ほどね、まあ、やっぱこの決勝に関しては特にデグラレーションの話っていうのは相当出てくる話だと思うんですけれども、その大体スタートの路面温度が44度で、決勝中も結局43度付近ということで、かなりそのもともと懸念されていたタイヤに対して厳しいレースになったんじゃないかなと思いますけれども、まずは津川さん、タイヤの問題に関してはいかが、決勝どう見ましたでしょうか。タイヤに関してはね、僕スペシャリストじゃないんであまりよくわかんないんですけど、はい、ただこのサーキットってやっぱり八の字で回るんでね、うんうん、いろんな方向から攻められちゃうんで、うんうん、タイヤが、はい、全体的にやっぱりデグラデーション出るし、うんうん、車のタイヤの性能が落ちてくるのが一箇所じゃなくてね、コーナーサーキットによっては左フロントとか、はい、右リアとかいろいろあるんですけど、うんうん、このサーキットはね全体的に来るんで、その切り替え、それをこれがタイヤのせいか今いろんな状況のせいかっていうことを把握するのは難しいと思うんです、うんうん、だからそのタイミングを取るっていうのがね、ドライバー、チーム、そしてタイヤの管理というところで、はい、うまくどこまでうまくできるかっていうのは非常に難しいのは、うん、ぜひこのお二方に聞いてみたいと思うところです。わかりました。松田さんはタイヤに関してはいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、だから
ね、2ストッパーが多いだろうなと思ったんですけど、まあ、3ストッパーはねちょっとさすがにないなと思ったんですけど、ね、はい、まあ、ラッセルがねなんとか、ね、1ストッパーで頑張ってはいて持たせてはいたけど、そうですね、やっぱりこの温度とあとこの鈴鹿のミューの高いところっていうのを考えるとちょっと1ストッパーで無理があったかなっていうのはあったけど、ただレースは面白く、ね、そうですね、してくれたんで、まあ、ラッセルの、ね、頑張りもあったのかなと思うんですけど、まあそうですね、まあ、ここはトラックポジション重視なんで、うん、あのちょっとでも判断ミスると、うん、サインズなんかは逆に引っ張りすぎて、うん、下がっちゃったじゃないですか。そうですね、はい、だからルクレールの次の週に入ってれば多分ハミルトンの前だったんで、うん、そうですね、まあ、そういう、はい、あの1周2周の判断で、うん、古いタイヤは新品のタイヤに比べて 1.5 秒ぐらい、うん、あの差があるので、そこの読み違いを間違えると、まあ、今日の角田君もそうですよね、うん、ローソン前行かれたのはそこからね4周ぐらい引っ張ったっていうのもあるので、まあ、そこをやっぱりどれだけ見てるか見てないかっていうのは、あの、まあ、僕も監督やってるんで、はい、もう常にそこはチェックしてるので、まあ、そういったところをもうちょっとねいい判断を、ね、やっぱりしなきゃいけない部分はあるんじゃないかなと思いましたよね。そうですね、ルクレールとサインツで、まあ、3周から4周ぐらいの差があったと思うので、やはりその辺が最後、まあ、厳しくなってきたっていうところです。そうだからルクレールの次の周に入っていればハミルトンの前ギリ出れたかなっていうのはあります。そうですよね、ラッセルも結局25周引っ張ったというところまではおーすごいって感じだったんですけども、やっぱりその分後半がやっぱりどうしてもちょっと厳しい感じがありましたもんね。後半ね、あのいくらハードだって言っても、ね、もう30周以上は走るのはちょっと無理ですからね、はい、ありがとうございます。浜島さんはこの44度43度という路面温度の中でのこの決勝のタイヤの動きどう感じたでしょうか。いや、もうお二人が言った通りだと思いますね、うん、その中でも今松田君言ったみたいに、ジョージ・ラッセルはタイヤの管理をうまくやって、はい、ワンストップでなんとか行こうとしてた、うん、で、モニターご覧になってた人はわかると思うんですけど、抜かれないために第二試験を、はい、上手にクリアしてね、うん、トラクション重視で1コーナー行ったんですけど、はい、今日の風向きから行くと DRS 使われちゃうとあそこでスパッと行かれちゃうっていうところがね辛かったですよね、やっぱり。ありがとうございます。で結構ですね、やはりその順位的に面白かったんじゃないかなと思うのが、第3位表彰台をルーキーで獲得したピアストリだったんですけれども、まずは津川さんいかがだったでしょうか。ルーキーで3位表彰台という、いや今までにないでしょ、うん、これほどすごいの。そうですよね、それでデビュー以来バンバン来るじゃないですか。そうですね、それで、もうなんていうか、下手すりゃノリスの前にも。そうですね、それでこの2人のさっき言ったようにスタートではね、はい、マックスにバチバチっと叩かれたけど、うん、その後バッチリとかあの2人がね、うん、やり合ってちょっとやり合いました、はい、それでついてくる、うん、それであの位置でフィニッシュできるってことはもうとんでもないルーキーですよ。本当ですよね、はい、普通では考えられないぐらい、うん、だからこれからが怖いですよね。そうですよね、どこまで来るか、うん、新しいジェネレーションだと思います。そうですね、ちょっと今後本当大注目ですよね。はい、ありがとうございます。松田さんもいかがだったでしょうかね。そもそもね、その、はい、鈴鹿初めてで、でこの最高峰クラスで表彰台獲得なんて、はい、そんな簡単なことでは当然ないですよね。いや簡単じゃないですよね、うん、でも僕は一つねまだ課題があるとしたら、やっぱりノリスと、はい、このまあピアストリー、うん、ゴールした時にノリスとピアストリーの差が15秒あったんです。あで15秒あるってことはやっぱりレース53周の中で、うん、やっぱりまだちゃんとノリスに対してまだ近づけてない部分があるんですよね、はい、まあ、もちろんそれがね今年初めてっていうのもあるし、津川さんおっしゃるように、これからレースを覚えたら怖くなる存在っていうのと同じで、はい、まだまだそのタイヤのマネージメントだったり、はい、このレースでのその早く車をね持たせながら走らすっていう、そういう経験もね積んでいかなきゃいけない部分なんで、その差が多分今の15秒なんで、はい、来年来た時にどれぐらい差が詰まってるか、なるほど、ここなんですよ。なるほど、はい、来年来た時に差が詰まってるか、ひょっとしたらノリスにより早いかもしれないし、はい、そこはね本当にそういう見方すると皆さん面白いと思います。それは多分ね今日多分見ていた方の多くは単純にピアストリすごいって多分終わってたと思うので、うん、今松田さんの話聞いたら確かにっていう感じですね。だからノリスってドライバーは本当にレースが上手いんで、うんうんうん、まあやっぱり同じ車に乗って今日15秒ついたっていうのはやっぱりレースの上手さ、うんうん、だけど予選の昨日100分台でノリスに勝ったわけじゃないですか、はい、うん、そうですね、でも一発の出し方はだいぶ覚えてきてるなっていうのは感じますよね、うん、なるほど、ありがとうございます。浜島さんはピアストリ、そしてノリスいかがだったでしょうか。
いやもうノリスは素晴らしかったんですけど、うん、いやピアストリーのすごいなと思ったのは、チェッカー受けてチームから良かったねって言われた時に、はい、全く不満げな答えをしてた、うん、まあ自分に対して不満だったんでしょうね、はい、だからやっぱりすごい大物が来たんだなと、うんうん、マクラーレンはいい買い物したなと思います。そうですよね、はい、普通あれですよね、ルーキーで表彰台を獲得してれば無条件に喜べるはずですもんね。百歩とかなんか言うはずですけど、うん そ, うですね、それなしでしたから、うんうん、まあ冷静に自分のラップタイムなんかを見てたんだなっていうふうに思います、うん、ありがとうございます。ちょっとねここは松田さんにお聞きしたいんですけども、はい、これだけ今回強さを見せたマクラーレンに日本のスーパーフォーミュラーから平川亮選手が行くっていうのはもうこれ期待しかないですよ。いや期待ですよ。だけど、うん、期待の中にあの強烈な強い2人がいるんですよ、はい、だからあの強烈な2人をどうやっつけるか、うん、だからその あの2人よりも光るとこあるなっていうのをどうやって見せていくかっていうのがこれからの平川君の課題だと思います、うんうん、はい、その平川亮選手の活躍によっては本当にその世界から見るスーパーフォーミュラーの立ち位置っていうのが大きく変わってくる可能性があると。いやーもちろんね、やっぱりスーパーフォーミュラーで本当にねいつも平川君レースですごい速さ見せますし、はい、あとウェックでもね、やっぱりルマン24時間勝ったりとか、そうですね、やっぱ世界選手権でも速さを見せてるっていうのがね、今回のそのねリザーブドライバーつながったって本人も言ってるので、はい、まあそこをねとにかく存分に発揮してね、僕たちにまたね、うん、夢をこう与えてほしいなっていうのはありますよね。そうですね、ぜひ期待していきたいと思います、はい、さあそれでですね、決勝の中で、まあ、実況のアナウンサーさんも含めてかなりみんなにハテナとこう どうなってるんだっていう疑問をですねこう投げかけましたのがペレスのいろんな動きだったんですけれども、須川さんあれはどう、その特にねそのピットボックスに入れてからのずっと待機の状態でコースに出たけどまた戻ってくるとか、あれはどういったことあもちろんあの終わってからすぐ現場行ってた人に聞いたりしてないんで、はい、取材してないんで分かんないんですけど、多分あれはもともとレースのために走らせたんじゃなくて、はい、全部あそこで車を直して、直せるだけ壊れた部分を直して、はい、ちゃんと車を調整してチェックをして、一回あのインストレーションラップだと思います。なるほど。これは何でかというと、もうこの鈴鹿のレースは諦めて、うん、もう穴から諦めて、はい、それで次のレースがあるんで送んなきゃなんないんです、次のサーキットの車、うんうんうん、そういうことのために準備をして、あの一応最低限のインストレーションをやる、うんうん、インスタレーションをやるんでということだと思いますけどね、うん、まあチームとしての組み立てっていう感じですね、はい、まあそういった部分でね、おそらくそのチームの戦略っていうのがね本当にいろんなところでこう出てくるわけなんですけども、松田さん的には今日今回決勝レースで、はい、このチームのこの作戦は結構気になったなみたいなのはありましたか。まあそうですね、まあさっきのね実はね、うん、補足するとペレスは、はい、あの5秒ペナルティがあったんですよ、うんうんうん、であれを消化しないと次のレースグリッド降格があるんで、はいはい、だからそのグリッド降格をしないために、うん、あの1回走らせて5秒ストップペナルティを消化したっていうのも実はあるんで、うんうん、まあそれね津川さんおっしゃる次のレースに向けての下準備っていうのもね、うんうん、ちょっとあるんですけど、だから普通ああやって出るのって日本のレースだとたまにちょっとセットアップを確認しようっていうのもあって、はい、ああやってかあの出ることはあるんですけどね、うん、はい、まあ、あとは作戦面で言うと、まあね、もうトラックポジション重視なんで、うん、ほとんど あの車、まあ、だから一番早く動いたのはアルファタウリですよね、うんうん、角田くんがとにかくあのトラックポジション重視でアンダーカットを狙いに行ったっていうのはそこまでは良かったんですけどね、うんうん、その先がちょっとうまくプログラムできてなかったっていうのが、うん、ちょっともったいなかったっていうのがありますし、あとはそうですね、ラッセルの引っ張ったのがあの逆にまあメルセデスとしては良かったのかな、うんうん、サインツを抑え切ることができたのは、うんうん、あのコンストラクターズを考えて、まあ、ギリ良かったのかな、はい、だからフェラーリもミスってるんですけどね、フェラーリもサインツを早く入れればそうですね、メルセデスの前にいたんで、まあレースはね、うん、完璧にいかないですね、うん、見てるとね、そうですよね、出るのはマックスだけです浜島さんはいかがだったでしょうか。すごくね、その作戦っていう部分で今ねすごくやっぱりそのいろんな見どころがあって楽しい F1 だと思うんですけれども、今回の日本グランプリの各チームの作戦っていうのは何か気になったところありましたでしょうか。あの最初に言っちゃいましたけど、はい、やっぱりラッセル、うんうんうん、ラッセルがあのワンストップを示して行ったために、はい、サインツも入れなくなっちゃった、うんうんうん、だけどもうタイヤが苦しくて苦しくてしょうがないから入ってきたっていうところは、
やっぱりあの2位以下の戦いにすごく大きな影響を与えましたよね。そうですね、はい、見るのもかなり楽しめるような展開になりましたよね。もしかしてラッセルが持っちゃうんじゃないかってチームもね、作戦係はみんな思ったわけですと、うんうんうん、そうするとあの彼から22秒以内の人はみんな入れなくなっちゃうんで、はい、そうですね、どうするかっていうところですよね、うん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 、だけどやっぱり鈴鹿はタイヤに厳しかったんで、もう我慢できなくてみんな入りましたよね、はい、だからそれがサインツの場合はちょっと遅くなっちゃったから、あの自分の順位をハミルトンの後ろに持っていくしかなかったということですね、はい、ありがとうございます。まあ、これでですね、日本グランプリがこう終了ということで、まあ、あと残りが6戦という形になるかと思うんですけれども、これ残り6戦、まあ次戦でもいいんですけれども、見どころっていうのは津川さん、まずはどういうところになってくるでしょうか。やっぱりまだ全然レース済んでませんから、うんうん、あのそのマックス以外の争いは全く済んでないんで、そうですね、確かに、そのどこも一見リードしてるようですけど、はい、ワンレース、ツーレースでコロッとひっくり返るところにみんないるんで、うん、これから気抜けないんですよ。特にコンストラクターでは気抜けないですよね、うんうん、もうこれがかかってますから。そうですね、はい、だからそういうところでどういう手段をやってくるか、だからこれからチームプレーとか、はい、あの例えば今回のラッセルとハミルトンのやり方、はい、ああいうやり方がどんどん今まではドライバーだった、うんうん、よりチームにいいような作戦が取られると思うんですね、はい、うん、そのチームプレーっていうのがこれから先すごく面白くなってくると思いますよ、うん、その残り6戦の中で今まさに混沌としているチーム、そしてドライバーの中で津川さん的におそらくはここが来るんじゃないかなっていうようなところってありますか。まあ、順番はどうなるかわかんないですけど、はい、今一番上り調子なマクラーレンはもう見てたいですよね、すごく期待してます。2人ともヤングドライバーで若くて、ね、ノリスはすごいマチュアになってきたけど、うん、まだまだヤングドライバーで、はい、それでカーピアトリが入ってきて、あ、それで車もなんかすごい調子良くなってきて、うん、前回のああいうシンガポールみたいなサーキットも鈴鹿みたいにドライバーサーキットもちゃんと速く走れるんで、うん、これから先まだまだいろんなサーキットがあるんで、うん、そういうところでどういう走りをし、チームがどういうふうにコントロールしていくかって、ピアストリーとノリスが当たる時もきっと来ると思うんで、そうですね、その辺をさっき言ったチームプレーでどこまでこう抑えきれるかっていうのが結構見どころだと思うんですね、個人的に、はい、ありがとうございます。続いて松田さん的にはこの残りのシーズン見どころというのはどういったところになりそうでしょうか。そうですね、一番はペレスがランキング2位を守れるかどうか、うんうん、で今ハミルトンが30ポイント近く詰めてきてますから、はい、まあ、アロンソとハミルトンはちょっとね、今もうハミルトンにちょっと分があるので、はい、まあ、そこはちょっと難しいかなっていうところのちょっとポイントがありますよね、うんうん、であとはコンストラクターズチャンピオン争いはもう決まったんで、はい、その2位争いで、うん、今メルセデスとフェラーリ、はい、結構近いんです。そうですね、はい、だからそこも近いのと面白いんですけど、アストンマーティンとマクラーレも近い、そうなんですよ。だからこの頑張り、これはもうドライバーの頑張りしかないので、はい、であとはね、もうちょっとペレスなんかはちょっと最近本当に調子崩してるんで、そうですね、もうこれでずっとリタイアとかああいうレースをしてしまうと、うもうハミルトンに簡単に行かれちゃう、はい、ランキング2位の座を奪われちゃう可能性があるので、うん、まあ、そこはね、これからしっかりと皆さんね、あの注目していただきたいなと思います。ありがとうございます。浜島さんはいかがでしょうか、この後半の魅力ですね。そうですね、はい、もちろんコンストラクターズ、うん、ドライバーズは当たり前なんですけど、はい、まあ、ラスベガスが新しいサーキットなんで、あれがどんなもんかなというのが見ものだなと思いますね、うんうん、はい、あの一席数億円という席もあるみたいですから、とんでもない金額ですね。どんな席になってるのかちょっと見たいなと。そうですね、はい、確かにそのこのコース外のものも結構注目していきたいですよね。そうですね、はい、実際にはラスベガスに行かれる方も日本人でいるのかなと思いますけれどもね、ちょっといろいろ情報が気になるところでございます。その中で行く人いるんですか。ちなみになんですけども、ラスベガス行くよって方いらっしゃいますか。行った、あれ今一瞬手を挙げた男性の方、行くのかな行かないのかな、行きたいという、さすがにちょっと行かないか、さすがにいらっしゃらないですかね、
結構な話みたいですもんね。結構な話ですからね。そうですよね。最も世界で一番高いそうですよ、ね、グランプリですよね。だって多分あの F1 チケットが、はい、あの日本はまだ安いぐらいだって、ね、安いですね、はい、言ってるぐらいですからね、うん、まあ、僕らからすると高いですけど、はい、アスビガスはいくらするんだって話ですよね。しかもいわゆる通常チケットでってことですよね。そう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 、何か特別なねホスピタリティがあるわけじゃない。誰でしたっけ、川井さんでしたっけ、なんか6億円のなんかチケットが、そう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 、売れたとかって、販売でしかも12席あって6億円が売れたらしいです。12席の6億円って一体どういう席なんでしょうね、本当にね。本当どれだけ複数人のゲストを呼べるようなスイートルームらしいんですけどね、はい、おお、なるほど、すごいですね。で12人は食事がフルサービス、はい、ああ、まあそれぞれ6億でしたらサービスしていただきたいですよね。だから12人かける 12部屋の人がフルサービスでご飯食事ができて、あとお客さんを何人か呼べるっていう、はいはい、そういう席らしいんですよ、うん。じゃあもう多分ね、普通にその席にドライバーがこう遊びに来ちゃうような、そんなもう究極的なホスピタリティなんでしょうね。津川さん、これ情報だけは欲しいですよね、ちょっとね。あのラスベガスね、昔行ったことあるんですけどね、はい、グランプリやってたんですけど、一、うん、つのあのホテルの駐車場を、はい、で 4. 点何キロね、こう作ったんです、うんうん、今回は街の中でね、うん、街の中でやるんで、すごいのはストレートが300何十キロ超えですよね。350キロ超えるかっていうストレートなんでね。あれがだからちょっと街中で350キロ、そういえば松田君あたりはやってたけど、僕はまだねそういう車に乗ったことないんで。なるほど、ね、馬で327キロってありますよ。うん、市街地コースですからね、かなり、あ、ちょっと怖いですね、うん、まあ安全面はちゃんとしてくれればいいと思うんですけど。もちろんそうですね、はい、ありがとうございます。でですね、まあ、最後になるんですけれども、まあ、この3日間日本グランプリを行ってきたわけなんですけれども、なんとですね、この3日間で今暫定ではあるんですけれども、累計22万人を超えたということで、皆さんありがとうございます。本当にこれね、それこそ皆さん長くこうモータースポーツ F1 を見てきて、そのどう率直に思われますか、津川さん。もう20万人超えて基本的には、ね、うん、あんまりないですよね、さすがにね。いや、ないです ね、 ね、すごいですよ、はい、それであの F1 が一時昔日本でも最盛期があったんですけど、うんうんうん、その時でも20万人超えってあんまりないですよね。ないですね。あの最近だと佐藤拓磨君のファイナルレースが結構入りましたけど、はい、全然足元に及ばないですね、うん、今日の。そうですね、ざっくり言うと金曜日が4万2000人で、土曜日が7万9000人で、本日が10万1000人オーバー。10万人超えですか。10万人超えです。皆様のご協力あってこそです。ありがとうございます。これはちょっと4月の来年にも期待が大きくかかるんじゃないですかね。いや、それもかかりますけど、うん、これだけで、ね、何十万人、20万人でしたっけ、はい、20万人、はい、あの日本のレースもぜひ来てください。そうですね、はい、スーパーフォーミュラもスーパー GT もやっておりますし、はい、本当スーパー GT 見てくれますか、見てくれますか、あーすごい嬉しい。スーパーフォーミュラも見てくれますか。あ、いいですね。あ、嬉しい嬉しい、はい、いや、もうローソンのチャンピオンかかってますから、うん、そうですね、ヤムローソンも、はいはい、ぜひですね、日本のレースも、まあ、今回 F1 を見てこう日本のドライバーも面白いぞ、日本で参戦しているドライバーも面白いぞっていうのを見ていただいたと思いますので、ぜひですね F1 の残りシーズン6戦もそうなんですけれども、日本のレースにも足を運んでいただきたいと思います。今回はですね、素晴らしいお話を皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは最後にですね、お写真撮っていきましょう。さあ、この西日のですね、眩しいタイミングではありますけれども、お客様と一緒に写真を撮ってまいります。本当にですね、この3日間もですね、たくさんの皆様にお越しいただいて、そしてこのお三方にも素晴らしいお話をしていただきました。それでは中央にグッと寄っていただいて、それでは皆さん行きますよ、レッツアクション。ありがとうございます。というわけで、津川哲夫さん、松田継夫さん、浜島博英さん、ありがとうございました。ありがとうございました。